日は、以前動画でね、私が、知り合いの方から、日本で売られる韓国食品をいっぱいいただいたので、ちょっと食べてみようって言って大食いやったんですけど、その中の商品で、もうこれ本当に美味しい。私定期的にこれから買いたいわって思ったものをね、用意してるんですけど、実は今日用意したもの、業務用みたいな感じで、本当は大量販売しかないんですけど、ちょっとね、個人向けに販売できないかってお願いして、なんとできることになりました。マジで美味しいから、このチヂミとね、ちょっと待って、チヂミ忘れてる。チヂミパンとジャジャしかない。待って。はい、ごめんなさい。今ね、急いでチンしております。ちょっと爆音が鳴っております。この電子レンジ。安いやつだから。はい。でね、もう説明しちゃうんですけど、これ、チヂミボール。で、以前は、このチンしただけで食べたんですけど、私ね、揚げて食べたんですよ。そしてさ、激うまで、やばい。チヂミ、チビもちもバクバク食べる。私もすっごい食べた。で、こっちがね、明太子ちゃんじゃ、これまためっちゃ美味しい。ご飯さ、すっごい私住んでたじゃないですか、動画で。なんで今日はね、もりもりに、お茶碗に山盛りにご飯持ってきます。ちなみにソースはね、私いろいろやったけど、だしとかに入れても美味しい。だから明石焼きみたいな感じで、でもね、なんやかんやで一番あったのはこのね、たこ焼きソース、まあお好み焼きソースでいいんですけど、一番美味しかった。ちょっとかけます。でね、ちょっとね、たこ焼き風にマヨネーズでつけるんですよ。ちょこっとこっちにちょっとつけておきます。あとまあチヂミみたいに酢醤油で食べても美味しかったですよ。ちなみにお値段なんですけど、チヂミボールが、1800円で、明太ちゃんじゃが1500円、ニラチヂミが850円となってます。はい、じゃあ食べていきます。いただきます。お茶、お茶、お茶用意してなかった。今日は普通に家のお茶です。ちょっとね、注文については後で説明します。はい、一旦じゃあ食べるよ。まずじゃあおすすめの揚げでいこうか。これマジで揚げが美味しいんですよ。こんな感じでカリッと揚がってます。チヂミボール、なんかチヂミをボールにしたみたいなまんまですけど、これもね、ちょっとたこ焼きソースで食べると実は一番美味しかったんだけど、そうするか。これがこんな感じで、激うま、おいしい。外サクサクで中がトロトロ、グラコロっぽい感じ、クリームコロッケの外ザクザク版みたいな、中のトロトロ感がなんていうの、ねっとりトロトロしてる。しかもチヂミの味、おいしい、マジでおいしい。これ皆さん食べなきゃわかんない、類似するものがない、似たようなのないんだよ。これの代わりになるものない、これじゃないと。はい、じゃあちょっとチンしたやつ。こっちはね、プルンプルン、トロントロン。マジでこれ一回食べたらハマるよ。これなんで今まで業者向けだったん？めっちゃ美味しいよ。伝わって。ちょっとさ、マヨつけても美味しいよね、この揚げの方も。これ切らなきゃ。あ、切ると割ろうか。わかる？この見た感じで。ちょっと光りすぎて見えないかな。トロットロなんですよ。濃厚トロトロさあ、ちょっとじゃあ明太子ちゃんじゃいこう。これがさ、またもうご飯爆食しちゃうからね。ちゃんじゃってわかります？このエイっていうのかな、このコリコリ食感のやつを、なんか普通のちゃんじゃはよくあるけど、明太子のちゃんじゃなんですよ。これさ、こうやってもうもりもりのご飯にのせちゃうよ。ちょっとみんな分かって、マジで感動する、食べたら。はい、こちらです。めっちゃ美味しそう、ご飯もりもりでもこのね、もりもりのめっちゃ重いご飯がいけるぐらい、明太子ちゃんちゃがめちゃくちゃ美味しい。いく？うん、美味しい。ご飯進まないわけないもん、これ。ちょっとこのさ、食欲進む辛さと、ほら聞こえるかな、コリコリ、明太の味もう最高。マジこれ作った人天才すぎる。え、おいしい。これ業者向けもったいないと思う。コリコリ、あれまでこれを食べちゃう。うん、おいしすぎやろ。
もう幸せでしかない。わかる、この明太ちゃんちゃんに絡む感じ、ご飯に。ごめんなさい、うちが雑穀ご飯だから、ちょっと見た目がご飯の色があれですけど、うん、雑穀ご飯がさ、このちゃんちゃんって白米超えだよ。揚げの方も、たこ焼きじゃないですよ、ソースと前でたこ焼き風だけど、完全にチヂミボール。たこ焼きとはね、別の美味しさ。うん、ニアチヂミ食べなきゃ。これまたさ、めちゃくちゃ美味しいんですよ。わかる、このもちもち感、わかる、このもちもち感。めっちゃもっちりしてるの。やばい。しかもさ、このニラがたっぷり。ニラと、人参と玉ねぎ入ってるのかわかんないな。ちょっと前は酢醤油で食べたんで、今回は同じくお好み風で。うん。お好み焼きになるな。結構もちもちの強いお好み焼きって感じ。え、でもこれすごい好き。これさ、前酢醤油で食べた時も感動したんだよ。このニラチヂミさ、私が前に食べたチヂミで一番好きというよりも、私好み、もちもち感が好きな方は絶対これだと思う。うん、ちゃんじゃ追加で、ご飯がね、めっちゃパンパンに入ってる。美味しいな、幸せなんだけど。ね、このちゃんでもね、結構大容量なんですよ。ちょっと冷蔵しといて、ちょっとずつ使うといいと思います。ニラチヂミがまた美味しい。なんで私これ1枚でベロンと食べてんだ。これ切ったらいいです。切ったら食べやすいです、もっと。もちもち、もうね、販売終了しちゃったんですけど、これ私のお気に入りプルダックチポレマヨ、もうあのプルダックのセットが完売しちゃって、ご入くださった皆さんありがとうございます。結構辛いやつだからね、ちょっと食べれるかなって、ちょっとどうなのかなって不安なんですけど、まあまあチャレンジとして行ってみてください。これもね、実は私試したけどあったんですよ、よく。これがまた美味しかったんだよな。マジで、うん、おいしい。幸せだよね、ほんと。でさ、毎朝お弁当作ってお母さんとか絶対いいよ。の揚げはちょっとね、揚げなきゃいけないけど、こっちはチンだけでいいんで。うん、気持ちいい。これさ、チャンジャとかをさ、揚げチヂミボールどうかな。このコリコリしっかりのせてみて、こんな感じで絶対合うよね、これ見た目も可愛い。うん、合うよ、それ合うよ。もう分かってるけどさ、こうやってチヂミにのせたい。こう挟んじゃう、こうやってチヂミで挟んで。うん、うん、今日これちょっと急いでたからチヂミボール早く揚げちゃったんですけど、もうちょっと長めにね、油で揚げるともっとザクってなります。私この前作ったのそんな感じだった。
当美味しい。わ、このチヂミ好きだわ。全部入れちゃおう。あ、全部は多いな。よいしょ。もうでもほぼ全部だわ。あ、美味しかった。やばい、これさ、ほんとさ、最初食べた時感動したもんね。ほんとに私がこれでね、販売できることなんてめちゃくちゃ嬉しかったです。それでね、まあ、販売なんですけど、なんか今回はね、一旦期間限定で販売させていただくことになりました。前みたいにね、数量限定とかはないんで、その期間内だったら、買えます。ただね、ここにいただける期間なんですけど、約2週間。今日、この10月10日のね、4時の動画がね、上がった時点から2週間なんでね。まあ、詳しい内容はね、概要欄と、サイト内の方に記載してあるので、そっちを読んでもらった方がね、まあ、確実かなと思うんですけど、ぜひご賞味ください。でね、もしご購入された方は、もう、どうだったよ、どうだよ、だよって、まあ、どの動画のコメント欄でもいいので、書いてくだされば、今後ね、またその商品、リピートしたいとかいう方が多かったりだとか、買えてなかったんだけど、実は買いたかったよとかいう方とかね、もうお声が結構あれば、またちょっといろいろとね、考えていこうかなと思っているので、よかったらぜひね、こちら食べたい方は、よかったらチェックしてみてください。概要欄の方から。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。お、熱々熱々熱々、いい感じいい感じ。ちょっと置き場がないので、ここにちょっと、もう全然乗り切らないわ。ごめんなさい、ちょっと見えてないけど。